関東エリアのお天気を確認していきます。予報センターは石川さんです。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在スタジオのある千葉幕張からの空の様子は雲広がってますね、はい、そうですね、どんよりとちょっとグレーの色が濃くて、ちょっと低いですね雲がね、これ北東風、低気圧に伴う北東風によってこういった雲が今発生しているといった状況です、はい、さあでは現在の状況をいただいている報告でも見ていきたいと思います。はい、雨雲レーダーはですねそれほど映ってないぐらいですねかなり弱い、雨といった状況ですね、千葉、周辺あと都心周辺もですね、雲広がっていますが横浜周辺は少し晴れているということで、まあ、このあと低気圧自身は遠ざかっていきますので、この北東風の、流れ込み方もですね、まあ、午後には収まってくるかと思いますけども午前中は若干ちょっと雲が多めかと思います。わかりました。さあそれでは予想天気図も見ていきましょう、はい、予想天気図見ていきますと関東沖にですねこの低気圧がありましてこれが東に進んでいきますので、まあ、低気圧の周りを回る北東風が入っているということですね、低気圧が遠ざかっていきますとゆっくりと天気は、まあ回復してくるということになります、はい、では関東エリアのお天気アイコンでも確認していきましょう。はい、曇りですね。そうですね、はい、まあ、このようにですね、まあ、雨の降り方としては徐々に弱まってくるとは言いながらですね、一日どんよりとした空ということですね、あと日差しがないということと、はい、冷たい北東風で気温も上がらないということになりますので、昨日よりもかなり気温下がりますね、風も吹いていますので体感もかなり寒くなります。はい、分かりました、まあ、今日は外出時は折りたたみの傘もあった方が良さそうですし日ごとの気温差も大きいですので体調管理などもしっかりと行うようにしてください。